アイドルグループ、SKE48 の須田あかりが、今日13日、23時から24時10分まで、に放送されるフジテレ。理系バラエティ特番、初対面トークショー、内村カレンの相席どうですか?で、長嶋一茂と、相席、する。左から、吉村崇、内村照義、滝沢カレンフジテレビ提供内村照義が MC、滝沢カレンがリーダー、吉村崇がアシスタントを務めるこの番組は、メインゲ。ストにとって、それぞれ、今会いたい人、ちょっと気になる人、と思う多彩な面々が、入れ替わり立ち替わり相席してトークを展開するというもの。今年の第10回 AKB48 世界選抜総選挙の中継にゲスト出演したものの、アイドルに興味がない。ということが露呈した一茂に、番組は同選挙で2位に輝いた須田との相席をセッティングした。握手会の女王、ブスなのに2位、でおなじみの須田が、ファンを見、要する超絶テクニックを次々に披露するが、果たして一茂の反応は?一茂には他にも、超人気 YouTuber ボンボンテレビの3人、子供の頃から一度でいいから会ってみたかった女性、という、ウルトラセブ。1967年10月から68年9月、CBS 系。で、アンヌ隊員を演じた、めったにテレビに登場しない伝説の女優、菱見百合子が相席。MC の内村照義も、菱見に大興奮する。また、ハリセンボンの近藤春菜には、好きな男性のタイプが、目と眉の間が狭い人、ということで、モデルや俳優などイケメン3人が相席。葵若菜には、宝塚好きの葵のために、大野宝塚ファンの高橋真麻、そして猫。好きということで、筋金入りの猫好きとして知られる田中洋次が登場する。C、フジテレビ、本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。